はい、こんにちは。三原です。いつもありがとうございます、えー。今日のテーマは、ベンチワークを極めるの第2回目ということで、スタメンの決定というお話をさせていただきます、えー。前回の動画からね、このベンチワークを極めるヘッドコーチは何を考えなきゃいけないのかというシリーズをお届けしますが、全8回のうち今日は第2回目です。 はい、えー、スタメンってやっぱり大事ですよね。最初に出る5人ということで、えー、この5人をどういうふうに決めていくか、もちろん正解はないんですけれども、うんまあ、私なりにですね今までの経験でお話ししてみたいなと思います、えー。まずね、スタメンを決めるのに2つの考え方あると思うんですね。1つは、まず自分たちの最強チームをスタメンに組む。うんまあ、これが1つ目ですね。でもう1個は、あえて最強にしないと。 いう考え方この2つ、このどちらかをまず選択するっていうところをまず決めた方がはっきりすると思います。で、あえて最強にする理由は、もう分かりますよね、ゲームの序盤にやっぱり一番いい形であの試合入りたいということだと思うんですけど、このあえて最強にしないっていうのは、最初に相手が最強で来るっていうのをまあ前提でねやっていくと、体力的にこうだんだんこう下がってくるじゃないですか。下がっててくる時に後退要因をポンと出して あのー、そのチームの、ね、勢いを保つみたいなそういう交代メンバーまで含めた上でやっぱり戦略考えていくっていう意味であえて最強に最初はしないっていう考え方もありますなのでこれの裏付けとしては、まあ、交代要因はねプラス3人あのスタメンと全く遜色ないプレイヤーが3人いる場合は、えー、要するに最低8人ね8人は計算できる場合はこの2番のあえて最強にしないっていうのもいいんじゃないかなっていうふうに思います はいえっと、前回でもお話ししたんですが、一つの例として、私の場合だったら、まあ、大体ポイントガード1番が1人、それから両ウィング2番、3番が2人ですね、そしてセンタープレイヤーが4、5番が2人と、ワン、ツー、ツーって、ワン、ツー、ツーって、こういう五角形でオフェンスをイメージすることが多くて、まあ、私の場合だとね、今まで歴代、そんなに背の高い選手をお預かりすることが少なかったっていうのもあるんですが、センタープレイヤーは最初からこう、 ゴール下に立たせておくというよりは、最初は広がっておいて、動きの中でインサイドを攻めていくっていうような、こういうファイブアウトを教えることが多いので、まあこんな感じをイメージしています。でですね、各ポジション、一人ずつ、まああのガード、フォワード、センターね、ここに一人ずつこう同じ力量の控えがいるときっていうのは、非常にこうベンチの層が厚くていいんじゃないかなっていうふうに思うんですね。 で私、今まで17年高校バスケットを教えてきて、いろんなことをやってみましたが、えー、どちらかというと、最強の5人をスタートにすることの方が多かったと思ってます、私は、ね、いろんな形試していますし、まあ、現在進行形でチームを教えてるんで、えー、これが、こっちがいいですよっていうふうに言い切るつもりは全くないんですが、今まで振り返ってみると、私はどっちかっていうと、まあ、最初に5人を、あの一番いい5人を持っていくっていうことが結構多かったと思います。 うん、っていうのも、この理由は私が思っていることとしてはこういうことがあってえ1クォーターを勝ったチームっていうのは試合8割勝つんですよ。うん、これね、すっごい大事だからもう1回繰り返しますね。1クォーターを勝ったチームは8割その試合勝つんです。 えー、例えばトーナメント表とかをこう何でもいいんでどんな大会でも、ね、いいんでこう見てみてくださいそうするとあの最終スコアが例えば80対60とか出てるじゃないですかそしたらその真ん中のところに1クォーター、2クォーター、3クォーター、4クォーターのその得点のこうそれぞれの経過って出てたりすると思うんですねで1クォーター勝ってるチームがそのまま試合勝ってるかどうかってちょっと見てみてほしいんですよそうするとどのカテゴリーでも男女関係なく 大体これ言えるんですね1クォーターを勝ったチームっていうのは8割試合に勝つっていうことなんでやっぱり1クォーターを落としちゃいけないんじゃないかっていう意識結構私ながら強いので、まあ、最初に1クォーターにやっぱいい、あのー、技術的にいい5人を出すっていうことが多いと思います。うんまあ、とはいってもですね2プラトン、3プラトンみたいにゴソッゴソッとこう5人交代するっていうのも面白くてやっぱり出番が選手にある。 いいいうののはすすごくあのいいことなんですね例えば、うん、同じ力量の子が10人いた場合、まあ、ミニバスとかまさにねこういう考えでルール上、ね、10人は絶対出さなきゃいけないのがミニバスだと思うんで、まあ、こういう考え方が当てはまると思うんですが A、B っていうふうに名前を決めたとすれば、まあ、そのこの A と B はあの力量は一緒と力量はほとんど一緒って考えていただいて A、B って2つ分けますよねそしたらもう5分で基本的に変えるよっていうふうにもう事前に決めとくと。うん で相手がちょっとへばったときに同じ力量の子がごそっと来るので、えー、それこそねディフェンスで前から当たったりとか、そういうのがすごく生きてくるっていう、こういう2プラトンっていうやり方、これ、とってもね、えー、できるんだったら、1、あのー、つのやり方としておすすめですね、うんえーっと。もっと充実してる場合は3プラトンですね、3つ、15人。 15人の場合は A、B、C って決めといて、こんな風にね、えー、一つの例としてはあの作ることができます。第1クォーターは A と B が出ます。したら第2クォーターは C が出て A に戻ると。で後半最初の3クォーターは B、C、最後は A、B っていう風にして、最大15分の出場時間、ね。A だったら3回ですよね。B も3回。C だけ2回という感じにしておいて、この15分ないし10分は、 絶対出場の機会があるからここで役割を果たせというようにやるのも面白いと思います。まあ私個人的にはえ自分のチームでこれをやるというよりはえ選抜チームをやらせてもらった時にねえ各地区それからえと都道府県のまあ選抜チームとかあると思うんですけどそれのコーチをやらせてもらうことが結構今まで多くてえそれの時にやっぱり力量変わらないじゃないですか選抜チームって。なのでまあこっちがね えー、ガチッと固めちゃうのも一つあるんですが力量変わらないんだったらそれを最大限に生かして2プラトン3プラトンっていうことを、えー、やることが多いです、はい、なので、えー、この場合こそですね1個のチーム2プラトンだったら2つのうちどっちかとか3プラトンだったらどれか1個を最強チームにしないっていうことが、えー、結構大事ですよね、はい、であとですねちなみにもう1個言いたいことはですねあの 最強チームを5人作るって考えたときにその上からうまい子の順番じゃないっていうことこれもね押さえておいた方がいいと思いますこれはもうコーチの感性でしかないんですけれどもやっぱりあの子うまいなあの子うまいなって5人、まあ、選んどいて間違いないと思うんですが意外とねこのやっぱコンビネーションっていうところをね見極めた方がいいんですねうん1年生の方が上手なんだけど この子とこの子は合わないから、やっぱここは2年生入れとこうとか、まあ結構ね、いろいろ理由はあるんですが、コンビネーションを見極めるっていうところもすごく大事になります。だから、あんまり個人ではい、うまくないんだけど、そんなに力量あるわけじゃないんだけど、この子入れとくとうまくなんか回っていくっていう、そういうことって結構あります。なので、そこは見落とさない方がいいかなと思っています。えー、誰と誰が楽しそうにやってるかを見てると、大体間違いないかな。 うんあの私生活も含めてね誰と誰が一緒にやれるかっていうかあのその上手いとかっていうよりね楽しそうにやってるかどうかっていうところを見るとあのコンビネーション息があったプレーっていうのは結構見抜けると思うのでうん私はそんな観点に見ることが多いですね何が正しいからだとねよく分かんないですよね、うん、正解がどうとかねどれが一番いいのかがどれが正しいのかっていうよりもまあどれが あの面白いか、誰とやってるのが楽しいかっていうようにする方が見抜きやすいかなって私は思います。はい、あとですね、スタメンってことに関すると、プライドの問題もあるんですね、ここもよくコーチは見ておかなきゃいけないかなと思います。上級生なんかにありますけど、絶対にスタメンになりたいっていう子がやっぱりいるんですよね、でベンチメンバーから行くとなると、やっぱり気持ちがすごい下がる子とか、うん、いるんですよ。 たとえ出場時間は少なくてもスタメンであることにこう、あのー、モチベーションがあるっていう子が上級生には多かったりするんで、まあ、そこも見極めると同時に意外とえっと思うかもしれませんがでできればスタメンにななりたくいいって子もいるんですよ、うん、これね不思議に思うでしょ。 誰もが試合に出たいと思ってると思うじゃないですか、でもスタメンになりたくないんですけどって相談私結構受けて、あ、そうなんだっていうことで、出るんだったら途中出場がいいです、まあ、どっちかというと下級生にもいいですね、うん、その方が私自分としては仕事ができる気がするんで。 できればスタメンになりたくないんですけどっていう相談意外と私は受けてきました、うん、特に下級生の時はやっぱり炎上しちゃうのかな、まあ、それを、ね、超越していい選手になってほしいっていのもあるんですけど、まあ、その辺もね、まあ、見極めていって やっぱりみんながこううね納得する形を目指しててて決めいいくっていうのは大事だと思います、うん、なので、まあ、その辺ねいろんな話をしましたけれども、まあ、スタメンを決めるという、まあ、こ,れこれが正解っていうのはなかなかないんであなたなりに試行錯誤されることと思うんですが、まあ、一応私はこんなことを今まで経験してきましたというお話をさせてもらったので、えー、なんかちょっとだけでもね 1mm でもお役に立てたら嬉しいなというお話です。 はい、ありがとうございました。えー、このチャンネルバスケの大学はいつもこのような感じでバスケットボールの悩み解決になるようなお話をさせてもらっています。もし何らかお役に立てたのであればぜひチャンネル登録のボタンをポチッと押してこのバスケの大学に入学をしてください、えー。そして現在ですね、下の動画の説明欄のところに貼っておきましたが、えー、バスケの指導者の方向けに無料メルマガ講座というのをやっています。もしよかったらそちらも覗いてみてください。 はい、えー。最後までご視聴ありがとうございました。三原学部でした。それではまた。